どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は私、小説が好きの会の大地と羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします。文学のプロではない2人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては第0回で話しているので、そちらをお聞きください。はい、で今回はですね、トゥルーマン・カポーティの無糖の鷹をちょっとご紹介したいと思います。これは短編になってますね。だからトゥルーマン・カポーティの無糖の鷹っていう本はないかな。で何かしらの短編集に、ね、収録されてるっていう、感じです。で今回ですね、なんでこの作品をってところなんですけど、3週連続で一応私紹介の話が続いてるんですけど、の最後になるんですけど、これねカポーティ私好きなんですけど、やたら印象にこの作品残ってるんですよ。なんていうか、まあ全部読んでるわけじゃないんですけど、カポーティもなんかすごく引っかかってて、で結構なんか読み返したくなっちゃう作品なんですよね。そうね、初めて読んだんですけど、確かになんかその感覚ちょっとわかる気がしますね。あ、不思議な話ですよねこれね。決してね、いい話ではないのに、なんか、また読みたくなるかもしれないなって思わせる。じゃあ署名なんか三重さんの方からいただいてもいいですか。はい、今回のトゥルーマン・カポーティの、無糖の鷹はいろんな書籍から、翻訳が出ています。まず、村上春樹さんが翻訳された誕生日の子供たち、文春文庫から出ていて、次に川本三郎さん役の夜の木、これは新潮文庫から出ている。河野一郎さん役のカポーティ短編集、これは千曲文庫から出ています。で他にも翻訳はねあるんですけども、それぞれの短編集の中に無糖の鷹が収録されているという形になってます。そうですね。で、アメリカ本国で出た時は、まあ、もちろん雑誌掲載が一番最初だったんですけど、夜の木っていう短編集に収められてますね。だから夜の木はポーティーがその当時書いて短編集を集めた小説になってて、で村上春樹さんの誕生日の子供たちとか、河野一郎さんのカポーティー短編集っていうのは、まあ、その訳してる人たちがこうチョイスした短編集になってます。じゃあちょっとあらすじを簡単に私から紹介したいと思います。ある冬の日に主人公ヴィンセントが勤める画廊に自分の描いた絵を買ってほしいという奇妙な女性が訪ねてくる。その絵は頭部を切断された女性と頭のない鷹を描いた不気味な絵だ。その絵をヴィンセントは気に入り、女性自身にも関心を持つ。個人的に30ドルで買い取ろうとするが、小切手を郵送するために名前と住所を書いてもらおうとすると、女性が DJ というイニシャルだけ残し受け取らず、絵だけ残して帰ってしまう。後日偶然再会した女性を自分の住まいへと連れて行き、同棲生活を始める。しかし彼女の気候に耐えきれず、ヴィンセントは無糖の鷹の絵を切り裂き家から追い出してしまうというあらすじになっております。あらすじだけ見るとなかなか、まあそうですね、毎回そうなんですけど、ね、そうですね、あんな話だと。でその村上春樹さんの役のその誕生日の子供たちっていう短編集、文春文庫のもの、で私これで最初読んだんですけど、ですね、これって子供のイノセントとか無垢さをテーマにした小説を集めてる感じの短編集なんですね、カポーティさんの中で。なんですけど、この無糖の鷹だけやたらなんていうかこう異色感があるっていうか この女性のイノセンスの部分はすごくわかるんですよ、出てくる、わかるんだけど、そのイノセンスの方向性とかなんて言ったらいいのかな、なんか恐怖感の方がなかなか強い作品で、まあそれもあってめちゃめちゃ印象に残ったんだなと思います。なんかこの話だけやたら色が違うなって思ったのはすごく覚えてます。でこの小説ってカポーティが22歳とか、ね、そのくらいで書いてるんですよ。そうですね、46年の作品なんで、カポーティが22歳の時に書いてますね。あ、発表されてるから、まあ、書いてるもしかしたらちょっと前なのかもしれないけど、はい、いやなんかすごすぎすごいっすよね、このレベルの小説も。また後でね話していく。文章もすごいし、描き方とか、すごいし、まあ、恐るべき子供って言われ、当時ね、デビューしたたてのこと言われたらしいんですけど、カポーティって。わかるわって思いました。じゃあ、ちょっと話していきましょうか。はい。ちょっと私の方から話したいと思うんですけど、これですね、まずこの小説なんで惹かれたかっていうのは、さっきあった、ちょっと他の、最初に読んだ時の誕生日の子供たちの他の作品と比べて、ちょっと異色だったっていうのはもちろんあるんですけど、内容がですね、これ、まあ、ヴィンセントが少女が持ってきた絵を見て、まあ、気に入って、それを
自分のものにしちゃうところから始まるんですけど、ヴィンセントがその少女の少女というかその女性が描いた絵を見た時に感じるのが、自分のことを分かってるのかとか知ってるのかっていうように感じるんですよ。絵のクオリティはめちゃめちゃ低いんですね。これそんなに大した絵ではなくて下手な絵なんですけど、でもなぜかこれは自分のことを描いたものなのかとか、自分のことを分かって描かれたものなんじゃないかみたいな気持ちになるんですね。これってなんていうか、自分私も個人的に感じることすごく多い、良いかどうか置いといてあることで、なんかその気持ちとすごくリンクしてこの作品が印象に残ったなと思う。三重さんどうですか？私たまにあるんですよ、小説読んでたりとかしても、うん、なんか美術館とか行って絵とかアート見た時も、なんかこれはなんか自分のことを描いたような小説だとか、なんていうのかな、なんか自分のことを分かってこれを表現されてるなとか思うこととか、あんまないですか？あ、これあんまりない感覚なのかな。なんかその感覚はあまり、ちょっとあんまりないか、うん、でも近い感覚はあったりするんですよ。なんか自分が憧れている姿とか、そう、例えば映画見た時に、あ、将来は自分ってこうなるんじゃないかとかですね。あ、うんうん、それとちょっとね、うん、近いのかどうかあれですけど、うん、そうですね、近いと思います。その感じで、で多分その辺の感覚をちょっとこれの最初のつかみの部分ですごい私持ってかれたんです。でも大地さんがそのなんだ、美術館とか行って感じるのって、はい、絵とかでも感じるんですか？いや、どうなんだろうな。でも確かにさっき見えたけど、映画とか小説の方が圧倒的に多いかもしれないですけど、うん、でも美術館に飾られてるやっぱ有名な絵じゃないですか。でもあります、ありましたよ、明確にミレーのあれなんで、あれなんですけど、まあだからちょっと有名な作品だからちょっとなんか言いづらいとこあるんですけど、ちょっと知識過剰なんじゃないかってとそういう作品は大体ですね、ポストカードを買っておりますねそんな感じちょっとあるんで、やっぱそういう気持ちにちょっとリンクしちゃったりとかして気になってしまったんですよね、うん、でそのままちょっとそのこの話をさせてもらうと、まあヴィンセントはその女性が描いてきた絵にまあそういった気持ちを抱いた星があるんですけど、これなんかあんまり明確には描かれてないんですけど、ちょっとさっきあらすじもあったんですけど、この DJ、まあ仮に DJ っていう名前になってるんですけど、DJ っていう女の子は、なんていうか破天荒っていうか、ちょっとおかしなところがあるんですよね。で、おそらく、ちゃんと読み解くと、まあこの見解で間違いないと思うんですけど、精神病院に入ってた子なんじゃないかなっていう感じで、ちょっと精神を病んでしまってる子なのかな。で、ちょっと奇妙な行動をしてしまう子なんだろうなっていうのは後々ちょっと分かってくるんですけど、ヴィンセントは多分この女性に自分と似た何かを感じてるはずなんですよ。その明確には言わないけど、だから彼女の絵を欲しがり、そして彼女自身も欲しくなり、そして最終的には拒絶していく感じ、自分の受け入れられない部分があって拒絶してしまったんだろうな。ヴィンセントにとって DJ って、うん、なんかもう一人の自分でもあるような、ね、存在かなっていうのはちょっと読んでて思えたんですよね、うん、近いもの同士でも読み解けるし、うん、なんかもうヴィンセント自身がなんかもう一人なんか別の形で存在したらこういう DJ みたいになったとか、うんうん、この DJ っていう女の子ってもう本当ねはちゃめちゃでちょっと現実離れしてるじゃないですか、うんうんうん、でもその存在がもし自分がヴィンセントだったら、そういう人が目の前に現れたらなんかもう避けては通れないんじゃないかなと、ああなるほど、思えてしまって、もう無視できないというかですね、うんうんうん、なんか逃げることも許されないというか、うん、まあ、現実でこんなことが起こり得るのか分かんないんですけど、うん、でそれを考えると現実離れしている小説なのにやたら現実のことを考えさせられる小説でもあるなっていう、うん、なんかそう感じたんですよね、うん、あ、そうですね、それはありますね。なんだろうな、なんかこんなことないと思うんですけど、だったらなんか感情がリアルなのかな、うん、なんかすごく迫ってきますよね、不思議な連帯感があるし、うん、小説、まあ、短編なんですけどやっぱり文章というか、うん、なんかよくできてますよね、あ、小説、そうですね、うん、これやっぱ短編がゆえの強さがあるとは思うんですけど、この短い話だからこそのパンチが効いてる強さがあると思うんですけど、なんていうか全てが描かれてないし短い中なんで、いろんなことがちょっと気にはなるけど明言はされてないし、であと多分理解が及ばない点もあると思うんですよ、うん、でもこのカポーティのすごいところっていうのはなんかそのあたりをなんか文章とか展開とか、まあこうねじ伏せてくる感じがあるのが、うんうん、私はちょっと感じるんですけど、そうですよね、こうやっぱりその、うん、なんか今の話からのちょっと派生で、うん、やっぱり文章のうまさってすごい、あ、うん、この、ね、小説
語る上では あるかなと思っていて、うん、僕読んだのは村上春樹役なんですけど、うん、なんかそのなんでしょうね、なんかヴィンセントが結構ね初めの方とかでその女の子を、うん、まあ、ちょっと追いかけるといいますか、なんかそこの文章とかもすごい上手くて、そうですね、あとその女の子の描き方というんですかね、男の子のような髪型だけれども、なんかその顔つきとかでちょっとその詩的な雰囲気を持っていたり、うん、なんか中世の若者を、ね、あ、うん、描いた絵画のような種類の顔じゃないかとかね、なんかその本当に描き方もなんか特徴が現れている。主人公の、まあ、ヴィンセントというのが36歳で、まあ、画廊に勤めている、うん、男性なんですけども、結構ね小説読んでいて思ったのは、最初の方はなんかまともな人間なのかなっていう印象、ね、それはわかります、うん、すごいしっかりしそうな、うん、そうそう、仕事もちゃんとやってて、なんだろう、おそらく身なりとかそういうのも整っていて悪くなさそうなのかなと、うんうん、思考も至って正常なのかなと、うんうん、でもだんだん読んでいくと、まあ、女性 DJ ですよね、うん、と関わるようになって、なんか精神的にちょっと異常をきたしていくというか、あ、追い詰められるというか、なんかその人として抱えているんだ、落ちてく感じですよね、うん、そうそう、なんか闇の部分がだんだんちょっと見えてくるというか、うんうん、まあ、それがこれはちょっとね、いろんな考え方あるかもしれないんですけど、はい、なんかヴィンセントってもともとね、なんかそういうふうに、あ、うん、なんか闇を抱えていた人間で、もともとの姿だったのか、その女の子がDJ が現れたからそうなったのかとかね、その辺はねちょっと分かんないんですけども、私が読んだ印象だと、なんか自分の中にあるそれを何だろう、隠してっていうか、なんか昔はあったけど、それを、うんうん、まあ大人になるにつれて、うん、捨てたというか、なんていうの、うんうん、封印したというか、そういう風に、うんうん、まあ封印っていうか、なんだろう、徐々に何かこうなくしてったように生きてきたのかなっていう印象があって、うんうん、それがその DJ に会ってしまって、無糖の鷹の絵を見たことによって、うん、何かがこう彼の中でこうほじくり返されてる感じはすごい私はあります、うんうん、ああ、なるほど、うん、でね、結局そのヴィンセントってその無糖の鷹の絵からなんかちょっと逃げようとした、うん、あ、そうそうそう、うん、なんかすごいちょっとね印象的なシーンがあるんですけど、うん、絵を切り裂いてなんかそのカバンに詰めて、うん、部屋からなくそうとしたっていうのが、あ、そうですね、あの辺だともうちょっとね完全に狂った人間みたいな感じで、うん、危ないくなってますよね。ヴィンセントからするともしかすると無糖の鷹とその女性の DJ から離れることで、うん、なんかその自分の持ってる闇の部分から、うん、逃げれると、まあ、正常になれると思ってたかもしれないし、うんうん、なんか読んでる側からするとヴィンセントがそうやって正常になろうとしてることが安で狂ってる、うん、なんか行動だって、うん、読めてしまって、うん、まあ、この辺もまあ面白いって言うとあれですけど、なんかすごい人間の内面のなんか闇なところっていうか、うん、なんかね、そういうのが書かれていて、うん、ちょっと面白いなとは思ってしまうんですよ。じゃあちょっとこんなところで感想とどんな人に読んでもらいたいか言ってちょっと締めたいと思います。じゃあ私からいきますかね。この話なんですけど、まあ少し重くて理解が及ばない点ももしかしたらあるかもしれないしですけど、なんかそういった不気味さも含めて楽しめる作品だと思います。で、なんだろうな、ヴィンセントみたいに生活のためっていうわけじゃないですけど、周りからよく見られるためとか普通に見られるためとか、そういうためになんか自分自身の中で何かを切り捨ててしまったような人には響く作品なんじゃないかなと思ってます。っていうと自分がそういう人間なのかなって今すごい考えてて、なんか怖くなってるんですけどなんかでも多分誰にもちょっとした闇みたいな、ちょっと人には言えないような感情とか、うん、なんだろうな、なんか言いにくいこと、言いたくないなみたいなことがあると思うんですよ。で、そうですね、うんうん、そういうところにちょっとこう響いていくので、なんか抱えてる人、うん、まあ結構多いと思うので、そういう人には向いてるし、ちょっと読んでみて感じるところあるんじゃないかなと思います。はい、そうですね。で、はい、僕は感想とか、どんな人に読んでほしいかっていうところで言うと、この小説ではその普通に普段生活していると、なかなか見られない人間の一面が出ているかなと思っています。で、まあ、それがヴィンセントという36歳の男性がそういうちょっとその闇の部分の一面というか、なんかそういうのを見せているので、で、まあ、それ と、DJ という女の子 の存在ですよね、まあ、この2人 そのセットっていうところが、まあ、確かに不気味でもあるし、うん、よくわからないところはあるんですけども、なんかそこを考える余地っていうのがすごくある小説かなと思っていて、うん、で最初の方でも言ったんですけど、
現実離れしているようでいて、結構読むと現実的に自分ごとで考えてしまえたので、それすごいいい小説だなと思っています。あとね、すごい文章も美しくて、狂っているけども美しいというような、ね、感じの小説かなと思います。まあ、そういったところではおすすめしたいなと思うところで言うと、一つがなんかミステリアスなものが好きな人とかにはすごいなんか面白いと思えるかもしれないなと思っています。あとはなんか人間の闇の部分っていうのがね、ちょっと現れているかなと思って、なんかそういうのをそそられる人とかにもいいかなと思っています、はい、そんな感じで、今回はテルマン・カポーティの、無糖の鷹をちょっとご紹介しました。なかなかちょっと話しづらい小説ではあったんですけど、まあ、その話しづらさ多分読んでもらったら分かるかなと思うので、ぜひちょっとこの小説読んでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、誕生日のことも実は私家で持ってるはずなのに見つからなくて、ちょっと買い直したんですよ、このラジオのために、うん、多分誰かに貸してると思うんですよね家にないってことは、で多分後から出てくると思うんで、ちょっとプレゼント企画とかやってみます。プレゼント企画です。これ聞いてくれた人に、まあ、村上春樹役と村上春樹役の誕生日の子供たちの文集文庫文庫本をちょっと1名ぐらいにプレゼントみたいな。じゃあもしメール来たら送りましょうか。番組情報欄のメールアドレスに住所を入れていただけたら送ります。はいはい、来なかったら送らないっす。はい、OK でした。はい、このまま、ではね、次回予告になります。次回はフリオ・リャマサーレスの黄色い雨を紹介します。何年か前に、ね、読んだことがあるんですけども、うん、ちょっとまた読み直して紹介したいなと思います。まあ、この黄色い雨もすごいちょっと変わった小説で、なかなか他とはちょっと違う作品だと思いますので、うん、まあ、これもね、なんか話せるのは楽しみにしています。そうですね、次回予告ではないんですけれども、ちょっと後に取り上げたい作品がありまして、ショーン・ターンっていう絵本作家なんですけれども、最新作エリチナル街から来た話というのが、本当8月の末ぐらいに、岸本幸子さんの役で、出版されております。でこちらちょっと取り上げたいと思ってるんですけれども、前にですねちょっとお伝えしておきたいことがありまして、これのまあ原画展みたいなものが今実は関東でやってまして、ショーン・ターンの世界展どこでもないどこかへというものが、横浜のそごう美術館で10月の18日まで開催しております。こちらですね、去年東京の練馬の、千尋美術館でやってたんですけど、私そちら行きまして、非常に感動したのを覚えてます。で、本当迫力すごいあるんで、これですね、ラジオ配信するときには終わってしまっていると思うので、ちょっとこのタイミングでお伝えさせていただきました。ショーン・ターンの世界展、どこでもないどこかへ。もしご興味あったら、ぜひ、検索していただければなと思います。で、横浜の月はですね、日本では、福岡で開催予定でして、北九州市立美術館文館というところで、今年の12月12日から、翌年の1月31日まで開催するそうです。ちょっとイレギュラーな感じで次回国みたいになっちゃったんですけれども、ぜひ興味がある方はですね、もしかしたらこれ終わっちゃうと後悔する可能性あるので、見ていただけたらなと、検索していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。今回の無糖の鷹の番組情報欄にも載せておきますので、ぜひ見ていただければなと思います。ちょっと唐突な感じで申し訳ないですが、ちょっとお伝えしたいことがあったので、お話しさせていただきました。まあ、この番組の感想やリクエストとか、あとこのラジオを聞いて、紹介された本を読みましたとか、読み返しましたとかあったら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて SNS で教えていただけると嬉しいです。Twitter、インスタの DM やリプライなどでもお待ちしています。メールアドレスも番組情報欄に載せています。積極的に SNS で拡散共有していただけると助かります。では今回は、ね、ここまでになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。